タレントの浅木久に子、55、が18日、都内で料理レシピ本、由来だら、薬膳の観光記念イベントを行い、開始前に会見した。乳がん治療について、医師から、終了と告げられたことを明かした。アサ木は1月30日に52歳の若さで、急死した、有ガさつきさんを追悼。プライベートでの進行はなかったものの、 テレビのクイズ番組で共演、一緒に漢字検定にも挑戦した中だけに、事情はよくわかりませんが、正直、本当に驚きました。同世代として本当に悲しい。本当に何も言えない。何と表現したらいいかわからないと涙を浮かべながら、個人を偲んだ。レシピ本には食生活から体を改善した、浅木の経験が盛り込まれているが、2012年に、 患部を摘出をした乳がんについて5年間のホルモン治療が終わりました。去年の11月に主治医から治療は終了しましたと言われています。今はご飯が美味しいですとこちらは笑顔で報告した。